ぜ。ああ、俺たちの波紋を見せてやろうぜ。誇り高き決闘、ジョースター家の力を見せてやる。君は一体僕に似てる。エリナおばあちゃんが言ってたんだ、俺は死んだじいさんにそっくりだって。波紋の修行に付き合ってくれ。もしかして思いっきしハードなやつ。二人で刻む波紋のビート。エリナ、エリナおばあちゃんだって。それにその姿、まさか君は。もうノー、あんたみたいなタフガイとは二度と一緒に修行したくないぜ。どこか見覚えがあるような。不思議だ、この人から父さんと似た空気を感じる。この青年、年若いがなかなかやりよるな。あなたも波紋を使うんですか。ぜひお手合わせ願います。いつの間にかじいさんよりじいさんらしくなってしまったわい。まだまだお若いですよ。いつも通りの勇姿を見せてください。危ないですよおじいさん。心配は無用じゃ、青年よ。何者なんだこの人は。スタンドは使えんようじゃが、大した波紋じゃ、末恐ろしいの。おう、わしもまだまだ十分やれるぞ。その息です、ジョセフさん。波紋以外にも何か、この人は別の力を持っている。この感じ、ひょっとしてわしのじいさんなのか。波紋の呼吸か、面白い。見せてみろ。君のその能力は。ふん、俺とジジイのガタイの良さはご先祖様譲りってとこか。ご先祖様だって。じゃあ君は。ご先祖様だろうが手加減はしねえ。ご先祖様だって。おい待ちな、ジョナサンだと。おめえはまさか。君は僕を知っているのか。ジョナサン・ジョースター、あんたと戦えてよかったぞ。間違いない、君は確かに僕の血を引いている。改めて自己紹介しようか。僕はジョナサン・ジョースター。君の名前は。なんて突進力だ。スタンドを持ってなくてよかったと言ったとこ。スタンド積んだぜ、覚えときな。少しも見えなかった。スタンドとは一体何なのだ。何だったんだ彼の凄まじい、得体の知れないパワーの正体は。あんたとはやりたくなかったぜ。僕の血を引いているのかあなたは。俺の祖父はジョセフ・ジョースター、あんたの孫だぜ。ジジイが使っていた波紋の力というやつか。ひょっとしてあなたも波紋を。まさかご先祖様と戦うことになるとはな。先祖？何を言っているんだ君は。ジョナサンだと。そうか、お前は。君は僕を知っているのか。ジョナサン・ジョースター、あんたと一緒に戦えてよかったぜ。ああ、僕としてもとても喜ばしいことだ、ジョータロー。いや、違う。あなたの使ったその力は。スタンド、
スタンドって言うんだぜ。ということは、君は僕の子孫？穏やかな性格かと思ったら、このパワー。スタンドなしで戦えるんすか？スタンドはないけれど、僕には波紋がある。一緒に戦おう、ジョウスケ君。よろしくお願いします、ジョースターさん。でっけえな。ジョータロさんくらいあるんじゃねえの？見慣れない服装だ。君は東洋人かい？僕はジョナサン・ジョースター。君の名前は？東方ジョースケです。すげえパワーだぜ。スタンドも使ってねえのに。傷を治せる君の方がすごいと思うよ、ジョースケ君。礼儀正しい少年だな。変わった格好と頭をしているけど、ガタイの良さもだけど、なんか似てるんだよな、ジョータロウさんに。つえ、これが波紋、これがジョースターさんのおじいさんなのか。スタンドか、ちょっと使ってみたい気もするな。殴ったものを修復した？一体どういう技を使ったんだ？ちょっと待てよ、さっきこの人ジョースターっつった？僕は君のことを知っている気がする。あなたから感じるこの感覚は、この戦いが終わったらディオという人物について教えてください。ディオだって？君とディオ一体どんな関係か知っている。僕は彼を知っている気がする。誰なら僕はこの人を知らないはず。この感じはディオ？ディオ？今ディオって言ったんですか？ディオは僕の父なんです。父親だって？つまり君はディオの息子なんだ。彼から受ける生命の振動は？ディオ・ブランドの父の話を聞かせてください。ディオだ。君を見ているとなぜかディオを思い出す。なんだろう、この包み込まれるような温かさは。僕があいつらを引きつける。わかったわ、その後は任せて。女の子、危ないから下がるんだ。大丈夫よ、紳士のお兄さん。何よあんた、やる気？待ってくれ、僕は女性に手を挙げるつもりはない。君が脱獄犯か？しまった、見つかった。ナイスフォローだったよ。なんてタフな人なの。さあ一緒に警察へ行こう。手加減したの？さすがイギリス人は紳士ってわけ。